はようございます。カモンマテリアマテリアルの坂部五郎です。マテリアルのあゆみです。カモイの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために発信している番組でございます、はい、ということでいつもと全然違いますね。なんか違いますね、はい、いつもねそれを聞いてるのは向こう側から、はい、そう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 ここでそうなんですね。だからまああの今回からですね、はい3人体制になりましたので、はいはい、またどんどん盛り上げながらね、はい楽しい、番組にしていきたいなと思っております、はい、よろしくお願いしま す, しいします。はい、ということでですね、はい、早速いきましょうか。はい、あゆみのこの日はい、はい、よろしくお願いします。はい、4月16日、はい、はい、チャップリンデーです。チャップリンデー、チャップリンデー、1889年、はい、明治22年の4月16日に20世紀最大の映画監督であり、はい、喜劇王である、はい、チャールズ・チャップリンがイギリス・ロンドンで生まれた日となっております、ね、そうなんですよね。ロンドン生まれなんですよ。ロンドン生まれですよね。そうなんです、そうなんです。で、まあいろいろね、あのチャップリンも本当不遇な時代がねすごく長くて、はい、やっぱあの戦時中とかね赤狩りとかにあって、あの、逃げたりとかいろいろしてはるんですよ、はい、でお金もすってんてんになったりとかいろいろしてはるんで、はい、あの すごい激しい一生を送ってある人なんですけど、いいす、ね、はいはい、代表作の独裁者、うん、独裁者、うん、ヒトラーが、ね、はい、モデルとなっているんですが、そう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 、誕生日が4日違い、あそうそうそう、アドルフ・ヒトラーとね、はい、ヒトラーとチャップリン、はい、4日違いだったそうでね、はい、うん、そういうのも、はい、実はね、運転手をやってた人が日本人やったりとかしたんですよ。すごい。日系人と、まあ日本人、うん、そうそうそうとかね、まあいろいろあるんですけどね、はい、はい、じゃあ次、はい、はい、女子マラソンの日です。女子マラソンの日、はい、はい、1978年、はい、この日4月16日に東京の多摩湖畔で日本初の女子フルマラソンの大会、第1回女子タートルマラソン全国大会が開かれた日となっております。え、そんなに最近なの？そうです、それまでは、ね、はい、なかったそうです。俺が8歳の時。おー、まあまあだいぶ前やけどね。もう40年は超えてるけど、ね、それ以上前では、いやでもそんなで、ね、最近やん。はい、最近多摩湖を3周するコースで、高齢者、その高齢の方が一番最高齢が71歳、はい、でわずか49名で走られたそうで、うん、はい、3周走ったらフルマラソンだから1周が14キロぐらいですね、うん、タイムが3時間10分48秒だったそうです。はい、今女子選手のマラソン選手はそっからっていうことですね、っていうことですよね、はい、という日となってます。あともう一つ、はい、ボーイズビーアンビシャスデー、お、はい、少年を大将だけ、そうです、はいはい、1877年明治10年の4月16日に、うん、札幌の農学校で、はいはい、教師を、ね、していたクラーク博士が、はいはい、ボーイズビーアンビシャスという有名な言葉を残して北海道を去り、はい、アメリカに帰国した日となっております。あ、アメリカに帰国した日が4月14日、はい、帰ったそうです、はい、まあまあ、クラーク博士といえばね、うん、もうあのこのボーイズビーアンビシャス、少年を大将だけという言葉でね、うん、もうあの僕らも、うん、ね、あのいつ教えられてんやろ、少年を大将だけっていう言葉自体やったら多分小学校ぐらいに教えられてんやろね、うんうん、で英語はあの中学生になったからボーイズビーアンビシャスって教えられた覚えはあるんですけど、うん、へえ、そうなんや。なんかみんな知ってますもんね。そのね、ね、うん、まあ、でも大使なんやったら来週来てくれたらね。来週このあれやったら、来週大使つながりやったんですけどねっていうのはまあ来週になってからわかるんですけど、はい、はい、ということでしたね。はい、ありがとうございました。はい、ということでですね、はい、3人体制になったんで、あのこれをね。どうしようって話があって、どうしようって話があって、責任者一人決めます。いっぱいあげるんじゃなくて、もう誰かが、もう どっちかなんか誰かなんかが、持つと。はい、で、責任を持ってあげてくださいと。いやもうだからさ、ゲスト来て、そうゲストにさ責任。怖い怖い怖い。めっちゃ怖いよね。嫌われるやん。これね、あの3人やったらね、誰か1人がバス出してもね。ね、あーっていう感じやけど、まあまあ、あのそういうことで今日、まあ、今日はそういう感じで、はいはい、今日はそういう感じでやってみたいと思います。はい、はい、じゃあ
はい。はい、で次の回は誰かに振ったらいいんじゃないですか。ああ、なるほどね。なるほどね。はい、はい、ということです。はい、はい、でですね、今日はですね、また映画監督にインタビューしておりまして、はい、私が、インタビューしに行ったのを、皆さんで見ていただきながらということなんですが、さっき言うときますね。はい、さっき言うときます。10分超えてます。10分超えてもうさっき言うとき、あれ、ほらほら。いや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 、だからほら、前の時さ、俺言わんと見たやん。そうですね。で、あの、あれ長くないっていう話でやったでしょ。だから今度さっき言うときます。なんでかというと、じゃ前の時もまあ、あの監督ともすごい盛り上がったっていうのがあったんですけど、はい、今日のはね、めっちゃ聞いてほしいことが多すぎて、あの僕のやつなんかもうどうでもいいから削っていこうって、だいぶ削ってんけど、それでも10分超えちゃったんですよ。大事なとこが多い、割とあのなかなかこれ聞けない話が多いかも。あのだから映画制作やってる人やったら余計楽しいし、制作やってない人でも、あ、そんな裏話があったんですかみたいな、うん、あの今回出てる子役の話とかもそうだし、今回の作品は誰かの花っていうタイトルなんですけど、でこれが横浜ジャック&ベティっていうミニシアターがあるんですよね。でこのジャック&ベティが30周年を記念して制作するという映画を奥田雄介監督っていう監督に任さはったんですよ。で制作されたやつなんですけど、それこそあの吉行和子さんとかね、高橋長英さんとかめっちゃ有名なあの役者さんとかも出てるんですよ。和田美沙さんとかも出てるし、まあまあその見たらおーおー知ってる知ってるみたいな、うん、そういうあの役者さんが出てるんですけど、そのキャスティングはなぜできたのかとかね、そういうお話も含めてですね、あのいろいろ聞けるので、これ多分10分超えてでも何の問題もなく見てもらえると思ってるんで、ちょっと3分ほど超えてますけど、まずはちょっとご覧いただきたいと思います。はい、それではこのプレゼンありかなしかスタート。はい、ということで、インタビューいきたいと思います。どうもよろしくお願いします。今日はですね、映画誰かの花の監督でいらっしゃいます奥田雄介監督です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ですね、僕から言うのもあれなんで、あの監督からこの、この作品の経緯、そのジャック&ベティの話とか、も含めてちょっとお話しいただければなと思います。はい、そうですね、横浜にありますジャック&ベティさんという、ミニシアターさんの30周年の企画映画として撮らせていただきました。はい、で、あの、まあ、私が横浜生まれ横浜育ちというご縁もありまして、お声掛けをいただいて撮らせていただいたんですけども、まあ、あの条件としては横浜で撮れば何でもいいと。そんな内容だったんですね。はい、なので、はい、あの、まあ、最初はちょっと町おこし的な映画だったりとか、あの、まあ、お祝い的な映画の方がいいのかなとかっていろいろ考えてたんですけども、あの多分僕に話が来るってことは多分そういうことじゃないなと思いました。なるほど。で僕自身もあのジャック&ベティさんには小学生ぐらいの時から通わせていただいていて、はい、あのシネコンでゴジラとか本当は見たかったんですけども、ミニシアター好きの母親に連れられイランとか台湾の地味な映画を見させられ、はい、でもなんかその見た後にですね、あのすごく考えさせられるというか、あのシーンってこうだったよねとか、あのラストってきっとこうだよねみたいなことを僕は言うんですけども、母親は真逆なことを言うんですよ。でそれがどっちも成り立ってたんですよね。なるほど。それがすごく面白くて、それが原体験なのかなというふうには最近思っていて、なので私が撮る映画もそのお祝い的なとかお祭り的なっていうものよりかは、僕が思うそのミニシアターさんで流れててほしい映画っていうものを目指して撮らせていただいたという形ですね。なるほど。で、誰かの花なんですけども、まあ、あの見させていただきました。ありがとうございます。はい、まさにその通りですね。まだ見てない人たちばっかりのはずなので、はい、ざっくり あらすじというか、簡単にストーリーだけ押さえさせていただいていいですか。はい、まあ、主人公が、の両親、まあ、父親が認知症でして、そこの住んでいる団地でですね、風が強いある日にあるお宅から、植木鉢が落ちまして、それが人に当たって、大怪我を負わせて、まあ、結局亡くなってしまったっていうことなんですけども、まあ、それがあの本当に強風で落ちたのか、それともその隣に、その鉢が落ちた隣の家にその主人公の両親が住んでいるので、まあ、もしかしたら認知症のお父さんが落としたのではないかというふうに、葛藤する主人公なんですけども、まあ、その主人公の家族もまたあの兄を、まあ、両親からすると息子を過去に交通事故で亡くしているということもあるので、
被害者遺族からもしかしたら加害者側になったんじゃないかというような葛藤も入っている映画になっております。はい、はいはい、まず見て思ったのが、はい、キャスティングすごいなと思って、はい、吉木和子さんとか、はい、ね、高橋さんとかもそうですし、はい、どういう風にしてキャスティングされたのかっていうのをちょっと伺っていいですか。はい、脚本にまずあのオリジナルの脚本で3年かかったんですね。3年はい、はい、3年、まあいろいろありまして3年かかって、でもこれジャック・アンド・ベティさんの執念でやるっていう声がかかったのはだからもう3年4年ぐらい前、そうですね、 4、5年前で、はいはい、まあもしかしたら僕は書くのが遅いっていうのを分かっていてそんな早めに声かけていただいたのかもしれないですけど、あ、なるほど、はい、はい、で、声かけていただいて脚本を書き始めて、でその書いてる時からも当て書きと言って、うん、この役はもう吉井和子さんに演じてほしいって思いながらこう、はい、ほぼ全員ですね、はい、そういった感じで当て書きで書いて、で、まあ、最初加藤新介さん、主役の加藤新介さんが決まって、はいはい、すごく大きい味方になってくださったので、うん、それがすごく自分の中でも強気に他の方もキャスティングに出れるという自信になったので吉井和子さんに思い切って声をかけてというのでほぼ決まっていきましたね。で、唯一オーディションだったのが子役の、はい、太田瑠星君なんですけども、はい、そのオーディションの中で用意した脚本をやってもらうとかっていうわけではなくて、うん、本人の感性を見れる内容にしたいなと思って、うんうんうん、で好きっていう感情を言葉を使ってやってほしいっていうのと、言葉を使わないでやってほしい、うん、それの嫌いもやってほしいっていうようなオーディション内容だったんですけども、うん、やり始めてすぐに後悔を しまして、なんでかというと、はい、みんな大好きとか、うん、大嫌いだけで終わっちゃうんですね。なるほど、なるほど、はい、でも、はい、そりゃそうだよなって思いまして、うん、そうなるよなって思いながら、でもどうしようと思って、うん、でそんな時に現れたのが太田瑠星君で、はい、じゃあ好きっていう、うん、感情を言葉を使ってやってみてくださいって言った時に、うん、5秒ぐらい黙って、うん、別に好きじゃないしって言って去っていったんですよ。なるほど、すごい別に好きじゃないしっていう言葉が思いつくだけだったら、うん、多分、まあ、他にもいたかもしれないですけど、はい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 、それをその場でみんなが違うことやってるのに自分だけまた別のことをやるっていうその勇気もそうですし、あとはそれをものの数秒で表情とか仕草とか目線とかに落とし込んでそれを芝居してるっていうのがすごいなと思ったので、でもやっぱり現場でもちょっと思ってたのと違うなと思って話しに行って、うん、なんかこういう感じでやってみようかっていうと、その対応力っていうのがまた素晴らしかったので、彼の NG はほとんどなかったように思いますね。ルセ君もすごいこう今後が楽しみな、いや楽しみです ね、はい、役者さんになるんでしょうねきっとね、はい、そうですか。いやでも僕一番ね、はい、雨のシーンはまあ降らしたらええなと思うんですけど、はい、風あれは、はい、あれですか、大きいのを使ったんですか。大きいのを2台使ってめちゃくちゃ吹いてましたもんね。そうですね、いやそれ吹かせすぎやろぐらい吉木さんとかもう倒れそうなったはったりっていうか、なんか髪の毛ブワーってなって、ね、はい、えげつないことになってたから、はい、これはどっちやマジかそれとも、はい、もう大風の日やからしょうがないからこれで撮ってんのか、それともほんまに吹かせんのかどっちなんやろうと思ったら、はい、セリフの中で風の日っていうセリフが出てきたら、吹かしたんやと思って一応見てはいたんですけど、はい、そうですね、まあ、脚本段階でかなり肝になるのがやっぱ風じゃないですか、うんうん、その風でもしかしたら落ちたかもって多分思わせられないとこの映画って成立しないなと思ったので、本当にいろんな突起屋さんとか機材屋さん回って、はい、自分でこう風浴びて、はい、風ソムリエみたいな感じでこの風じゃダメだなみたいな、そうそうそう、こうなんかちょっとコートっぽいの着て、はい、なんかじゃあ今度あっちの機材屋さん行こうっつってこう浴びて、はい、うん、あこれだったらいけるかもみたいなこととかをやってあのシーンが成立しました、ね、ああじゃあだいぶ突起に詳しくなったというかそうですね。でまあ本当は1台、まあ、予算的には1台で、はいはいはい、まあ、ギリかなっていうところだったんですけども、はい、こっそりプロデューサーとか、まあ、制作部ちょっと差し置いて、はい、すいません2台お願いしますそういうことがあったんですね。そういうことがありました。なるほど、はい、あとあれですか、団地って結構独特じゃないですか作りが、はい、そうですね、で撮影とかで苦労した点とかあります。そうですね、まあ、団地自体がすごく面白くて、古い団地から新しい団地からエレベーターありとかなしとか、うん、割とこう団地山みたいになっていて、はい、ああ団地の中で新しい棟と古い棟、はい、あなるほど、本当にいろいろあって、うん、で、まあ、撮影でお借りした家が実は5階
建ての5階にあって、うん、エレベーターがないんです、はいはいはい、で、まあ、でも映画の設定上だとなきゃいけなかったので、そうですね、はい、で、あの、まあ、台本読んでる時から吉井和子さんも、うん、あ、エレベーターってよかったわって言ってたんですけど、すいません、撮影でお借りするとかないんですって、僕と主演の加藤さんがこうハーハー言いながらこう、はい、階段を上がっていくところを吉井和子さん、高橋恭平さんはホイホイ登っていって、そうなんですね、すごいなと思いながら、なので団地ってやっぱそのいろんな方が住まわれているので撮影自体もすごく難しかったですし、やっぱそのさっきおっしゃっていたその風っていうのも最初はもう、はい、もうやらせるはずないでしょそんなことみたいな感じが始まって、まあでもそれでもなんか本当に挨拶回り行って、うんうん、あの一軒一軒挨拶に行って、で、まあ、あの許可をいただいて、はい、ああいう風な撮影ができたので、一軒一軒回っていったんですか。あのもうあのポスティングとかもして、でもう本当にその風が当たっちゃうところは挨拶一軒一軒行って、で、まあ、あので最終的にはもう団地の方から差し入れをいただくぐらいすごく温かい環境の中で撮影をさせていただいて、あの本当に例えば商業映画とかでも結構団地って、うん、あんまり選ばないじゃないですか、大変なので、ですね、はい、でもなんかそういった形で撮らせていただいたのですごくありがたいなというふうに思ってますね、うん、なるほど、なるほど、なるほど、まあ大変ですね、だからそのエレベーターがないところで撮ってるのに、エレベーターホールがある前提で撮らなきゃいけないっていうことはもう結構カットごとで、そうですね、もう部屋の中で撮って、でじゃあピンポン誰か来たって思ってガチャって開ける玄関がまた別のところだったりとか、はい、じゃあ次行きましょうみたいな、あの部屋だったりとか、でまたその前のエレベーターはまた別の塔だったりとかっていうのがあって、そこはすごくあの、まあ、僕たちもそのスケジュール作るのも大変でしたし、でも一番やっぱ俳優さんが気持ちをこうつないでいくっていうのは多分相当大変だっただろうなっていう、ね、まとめ撮りですよね多分、だからそうなると、ね、はい、だから部屋のシーンはまとめて部屋の中で撮って、ね、はい、だから今からシーン8を撮るんだけど次はシーン12とか、はい、ね、なんかもうどんどん進んでいってるとか、はい、その何やったら前後するみたいな話になって、はい、であの次じゃあ行きましょうって言ったらエレベーターホールのシーンなんでって、ね、また戻ってとかっていうことですよね、はいはい、あれほんでエレベーターのシーンって、はい、あのめっちゃ長いあれがあるじゃないですか、はい、あれはだから建てられたっていう、そうですね、その団地の中の集会所にセットを、うん、作らせていただいて、で、エレベーターの中はそのセットで撮って、はい、じゃあ移動しましょうって言って、あのエレベーターの本当にあるところで出入りを撮って、うん、でただ撮影が押してしまって、はい、あのエレベーターのそのセットで撮ってる時から、はい、じゃあ外の方に移動しますっていう間に一回食事を挟もうってなったんですよ、はいはいはい、で監督としてはいやもうこのまま撮らせてくれよって思うんですけど、気持ち的にね、うん、で俳優さんも結構感情の高いぶるシーンなので、うん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 、なんですけど、まあでも今時間見たらここで飯挟んどくしかないなって思って、うん、でその時制作部さんが作ってくれたカレーだったんですけど、うん、それがすっごい美味しくて、でそれまではいやもうこのまま取ろうぜみたいな雰囲気だったんですけど、うもう食べたらもうおかわりみたいなのってそしたらそのおかわりしに行った鍋の横に、はい、あの主演の加藤新介さんが、はい、あの気持ちを保つために、はい、カレーのを一口も食べずずっとこうやってうつむいてる加藤さんがいて、はい、おかわりやめますって言っていやでもそうなりますよね、本当に今回素晴らしい俳優部の方々にそういった部分は助けられましたね、はい、あなるほど、じゃあそろそろですね多分時間なので、はい、まとめにかかりたいと思います、はい、監督からじゃ あの、はい、見てらっしゃる方に一言おっしゃっていただいていいでしょうか、はい、そうですね、あのこの誰かの花という映画はですね、あの CG もないですし、うん、派手なアクションもないんですけども、ただやっぱり映画館の大きいスクリーンで見て目線一つ外れただけでも、あのあれこの人ってもしかしてこのことを知ってるんだろうかとか、あれこの人ってこういうことを思ってんじゃないかとか、そういったふうに想像が膨らむ映画だと思うんですね。で今ってこうあの何かこうニュースを見てて違和感を感じたこととかでもすぐあの1人1台スマホを持ってるので検索すれば5秒10秒で答えが出て、あ自分の意見ってあの白だったんだ黒だったんだとかっていう、まあ、SNS とかでもその賛同されやすいというか白黒つけやすい風にはなってるんですけども、ということは多分そのグレーっていう部分がきちんとあるはず でそこにあの真っ向から立ち向かった映画ですので、あの本当にぜひ映画館で見てほしい映画です。あの映画館で見ていただけたら嬉しく思います。よろしくお願いします。そうですね、だからあの僕いつも思うんですけど、ミニシアター系の作品ってね、やっぱ映画館で見ないとダメなんですよ、はい、
あのなんか配信とかで見ると、はい、あの日常の生活の中の画面になってしまうので、こう LINE が来たら LINE 見てるとか、 あれは絶対ダメです ね、そういうテンションで見る作品では全然ないの で、やっぱり映画館という囲われた世界の中で最後まで見るっていうところがないと、この作品の本当の良さっていうのは伝わらないかもしれないので、ぜひあの映画館に行ってですね、足を運んで見ていただきたいなと思います。はい、ということで今日は、誰かの花の、奥田雄介監督でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ということで終わりました。はい、こんな感じでございました。はい。はい、面白かったでしょ、うん、ね、あのだからなかなか聞けないお話が多くて、はい、で、まああのね、あの監督のお話もすごい面白かったんですけど、はい、ということで、責任を持って、はい、丸×を上げていただきたいと。はどういうテーマでいきますか。こうやっぱり見てみたい。いや、そうそうそう、だからやっぱりね、映画ですからね、この話を聞いて見たくなったか、うん、見たくならなかったかっていう、うん、そこですよ ね、 そうですね、はい、時間とかは、いや、もう時間はほらもう面白かったやんだって時間関係ない感じでいいんじゃないですか ね、 ね、 ね、はい、ということで、はい、小坂部さんの出す結末はどうなんでしょうか、はい、行きたいと思います。このプレゼンありかなしか判定あーさー奥田監督丸出たよいや、奥田監督面白かったでしょ、うん、ね、お話も面白かったし、はい、うん、すごい面白かったし、あの作品もね、あの見てられる映画ですよ。あのまあまあ、 あのこんな言い方したら失礼ですけど、やっぱあの映画の中にはね、なんか、まあ、もう見てられへんなって思うような作品もたくさんありますけど、あの奥田監督の映画は本当にしっかりしたあの、絵を作ってらっしゃって、でおっしゃるようにね、本当にね、あの目線をどう、その役者さんが ね、すごい細かい、そうなんですよ、すっごい細かいカットが多いんです。だからそのカットの意味はっていうふうに、いや今のセリフってどっちの意味みたいな、なんかそういうのでドキドキしながら見てるみたいな。予告見ててめっちゃハラハラしましたもん。そう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 、だから本当にあのこの作品はあの見る人によって結末は違うかもしれません、ひょっとすると。まあそうじゃないのって、こういう風に作ってるってことはっていう風にも取れるけど、いやどうでしょうってい う、 いやもう見てみたいなと思いました。うんうんうん、だからあの普遍的なテーマを扱ってる話でもあるので、うん、その、犯罪被害者なのか、うん、それとも犯罪者の家族になってしまったのかとか、うん、いろんなその、ね、視点があって、その視点のどこで見てるのかによっても多分感情違うと思うので、はい、ぜひ、ご覧いただきたいなと思います、はいはい、これはねちょうどね今日からなんですよ、関西は。あの、京都南会館は昨日の、4月15日から始まってるんですけども、うん、シネヌーボーと元町映画館は、4月16日から、シネヌーボーでやってるんですね。はい、やってますよ、はいはい、今日から上映してますので、はい、ぜひ皆さん、行っていただきたいと思います。ということで、はい、誰かの花の奥田雄介監督のインタビューでした。ありがとうございました。はい、はい、では、あゆみ隣よ、はい、マテリアルの情報です、はいはい、今日ですね、はい、本日はマテリアル雑貨店、はい、オープンしております、はい、月に2日間だけの雑貨店をやらさせていただいております、はい、10時から18時のオープンしておりますので、はいはい、ぜひお越しくださいませ、はいはいはい、入場は無料となっておりますので、はい、気軽に遊びに来てください、はい、お願いいたします。お願いします、はい、そして、はい、チョイスな日です。チョイスな日、はい、チョイスな日が23、24日と2日間ございます、はい、来週ですね、はい、にやっておりますので、はい、ぜひぜひお越しください、はい、今回はね、はい、サードチョイス、スリーチョイス行います、はい、1日スリーチョイスも行いますので、はい、ぜひぜひね、で合わせてちょい割りっていうのもありまして、うん、はい、1つ、ワンチョイス楽しむ方は1500円、はい、でドリンクお貸し付きとなっておりまして、2チョイス楽しむ方は500円引きの、2500円ですね、3チョイス楽しむ方は1500円引きの3000円になります。おーおーおー、マジでめちゃめちゃもう3チョイスでしょ、もうね、おーおー、へぇ、格安となっております、はいはいはい、全部で、ね、ドリンクもお菓子もついておりますので、はいはい、楽しみに来てください、はい、よろしくお願いいたします、はい、はい、内容は、はい、こちら
言いますね。はい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 、4月23日土曜日はファーストチョイスがそこのみにて光り輝く、はいはい、セカンドチョイスは三角窓の外は夜、はい、サードチョイスがビリーブ未来への大逆転、はいはい、こちら3つです、はい、で4月24日日曜日はファーストチョイス、はい、ホームステイ、セカンドチョイスは曲がれスプーン、サードチョイスは女神の見えざる手となっております、はいはい、お時間の方が、ファーストチョイスは13時スタート、セカンドチョイスは16時スタート、サードチョイスは19時スタート、オープンは30分前となっておりますので、はい、お越しくださいませ。はい。はい。はい。18日の月曜日に、はい、チームラッシュ走るイベントやっておりますので、はい、ぜひぜひお越しください。お花見ランでた。お花見ラン、めっちゃ良かったですよ。綺麗かった。天気良かったね。あー、良かったよね。私は気持ちよかった。来なかったです。いや、そうやよ。去年行ってもらったのに。そうやね、行かれへんかったけど。ね。はい。人が多かったですね。あー、そうよね。多分そうです。走れなかったですね。あー、やっぱりね。大存分は。はいはい、夜はもう、夜もお花見らしくて、はいはいはい、その時は走って。走って、なるほど。はい。ぜひ。ぜひぜひ、ね、走りに来てください。18時オープンの19時スタートになりますので。お願いいたします。はい、はい、はい、ということで、週刊マテリア通信はここまでですね。はい、はい、で今日からですね、だから映画の紹介をね、まあ今までね、高橋さんがやってくれてたんですけど、じゃあその代わりにどうしようかと思った時に、何やここにあるやん映画でチョイスな日で、まあよく1回で3回3つね、あるわけですよね。そうですね。で23と24じゃないですか。でさすがにね、6作品一挙にってちょっとしんどいんで、かなり時間しんどいので、はい、すいません、あの今から3つだけ、だから今日は、23日の3作品ですね、はい、ちょっと紹介させていただきたいなと思いまして、はい、まずはそこの実にて光り輝く、はい、これがあるんですよね。あの僕ほら前にあの草の響きっていうね、あの斉藤監督の、やつを、まあ、インタビューさせていただいて、まあ、ご紹介させていただいてたんですけど、はい、あれが函館シネマアイリスが配給元になって制作している、作品で、あれはあの佐藤康っていう小説家の方が書いた小説を元にした作品を作っていくということで、あれ多分4作目か 5作目なんですよね。でこれが何作目かな、1作目なのが多分2014年制作なんで、はい、でこれが要するにその佐藤康さんが書かれた 長編小説を元にした、映画になってまして、まあ、綾野剛さんと、綾野剛さん主演で、はい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 、そしてあの監督が あれですね、大美穂さん、はい、ね、あの斉藤監督も言ってありますけど、なぜか函館シネマアイリスはの、大阪芸大出身の監督なんだよって言ってらっしゃったように、大阪芸大出身の、そうですね、監督が撮られているという内容なんですよね。はい、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 まあ、あの一応ラブストーリー、ラブストーリー、ね、結構ラブストーリー、そうですね。まあ、なんかね、あの佐藤康さんって割と自伝的な作品を書くのが多い人なので、そうなんですね。だから割と自分がモデルになってらっしゃったりすることが多いみたいですよね、はいはい、だこの作品も、まあね、函館が舞台で、あの撮られてますから、海辺とかも出てきますから、うん、そうなんです。だからあのやっぱり景色が綺麗ですよね、あの坂と海と、ね、そんな感じの綺麗な景色がやっぱり作品になってるかと思いますね。あのもちろんその池脇千鶴さんのそのヒロインっぷりと、ね、あのまあ、そこにこう惹かれていく綾野剛さんとっていう ここを、ね、楽しんでいただくという感じがあるんですけど、あのまあ、あの普通のラブストーリーにはなってないはずなんで、ね、ね、はい、まあまあ、タイトルが、ね、こんなタイトルになるんですけど、うんうん、本当にねコントラスト、光と影のコントラストっていうのがうまいことこうストーリーに入ってるんですよ。本当にこう実際の光と影とかじゃなくて、うん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 、物語自体がすごい光と影になって、はい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 、あとはほんまに演技がうまいんですよ。めっちゃうまいんですよね。そうですよね。抜群ですよ。はいはいはい、本当にこれはね、はい、楽しめる、ね、はい、はい、ぜひ、まあチョイスな日に、な日これで盛り上がりたい、はい、ね、はい、盛り上がりたい、はい、はい、はい、で盛り上がりたい。で、あとね、三角窓の外側は夜って、これ、はい、これあの漫画原作なんですよね、うん、漫画原作なんですね、うん、はい、で僕はあのこれ、ね、残念ながらね、まだね、あの実写版は見てないんですけど、はい、アニメ版は実はあのずっと放送されてたんで、テレビ放送されてたんです、アニメが、はい、
それは全部見ました。それはたまたま全部見てて。ホラーなんですか？ホラーではないんです。あのジャンルがホラーになってるんです。まあホラーではないというか、なんて言ったらいいかな。要は主人公はなんていうの、その霊が見えないんだけど感じることができる。でその主人公 の, その、バディになる人っていうのが、はい、あのそういうその霊とかも全部見えるし、あの対処できるみたいな、そういう人なんですよ。 で実はその主人公がものすごい力を持ってる持ち主で、でも本人気づいてなくて、で、その、まあ、岡田将生さんがやってるあのバディ役の人がいるんですけど、その人の力を使うことで霊が見えるようになったり対処できるようになったりとかっていうところから始まり、で一緒にバディになっていろんなことを解決していったら、実はその主人公の出自はどういう出自やったりとかだったり、あのお父さんがめっちゃ実はすごい人やったとか、まあいろいろあるんですね。だからそういうお話で、だから扱ってるのが霊とか 霊感とか霊能力とか、なんかそういう話やからホラーという、まあ、実際ね、あのなんか人の怨念みたいなのをどう溜めていくみたいな感じだったりとかして、そうほんまになんかアニメでありそうな、そうほんまにアニメのやつも、ね、ほんまにアニメで見ました僕は。はい、まあ、だからそれが実写でどういうふうに表現されてるのかなっていうのは実際ちょっと見てみたいなと思うんですけど、ですね、はいはい、またこれでね、はい、チョイスで盛り上がれればというわけですね。はい、で3作目がビリーブ、世界の大逆転、はい、アメリカ映画18年生です。はい、はい、どんな作品、これはちょっと僕は貧しいユダヤ人家族に生まれた ルースの主人公ですね、はい、胸に努力を重ね、はい、有名ハーバード工科大学院に入学する、女子そこがすごく貧しくて、生徒のうち約女性が500人の生徒のうち女性が9人しかいない学校だったそうで、女子トイレすらなかったそうです、はい、家事も育児も分担する夫のマーティンの努力のもと、首席で卒業するが、女性だからというだけで解雇されるとか、女性がね生きづらい世の中の話で、はいはい、でもこうどんどん、はい、逆行に向かっていくっていう感じのお話、ね、なるほど、未来への大逆転ですね。そうですね、まさにね、はい、誰が何、フェリシティ・ジョーンズ、はい、アーミー・ハマー、はい、出演者ですね、はい、ジャスティン・セロー、はい、監督は耳レダー、わからない、わかんないな。はい、はい、はいはいはい、またね、その女性がね、はい、どうやってこうね活躍できる状況を自分たちで作っていったかという、はいはい、はい、はい、ぜひぜひこれもまた、ナイスチョイス、グッチョイス、もう手前味噌やな。グッチョイス、はい、ということですので、はい、皆さん、はい、ぜひあの23日はこの3作品ね、はい、これで盛り上がるという、はい、形になりますので、はい、ぜひお越しください、はい、ということです。はい、はい、ということで、このままエンディングいきたいと思いますが、はい、はい、まあ新しい体制でまた僕らも頑張ってやっていってますので、はい、ぜひですね、またいろんなご意見いただければなと、はい、はい、思いますので、ご意見いただきたいですね。ね、思ったら言って、はい、思ったら言って、あの溜め込むのやめて、はい、っていう感じですね。はい、なので、また来週はですね、来週またあの以上、あれがあのゲストが、はい、大使ですよ。はい、大使が、ゲストなので、はい、先週は、鋼鉄女王でしたけど、はい、鉄の女王が来てました。はい、そう、みんな3位、3位ね、もらいましたね。はい、もらいましたけども、はい、来週は大使ですから、はい、楽しみにしておいてください。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、さよなら。このスリーショットいい。